モニター心電図が正常だからといって患者さんが正常とは限らない。皆さんこんにちは。手直し看護塾の青柳です。今回は01シリーズのですね、4回目心電図モニターのお話をしていきたいと思います。心電図の話は手直し看護塾のセミナー等々でもですね、結構話をしてますので、またかというふうに思うかもしれませんが、心電図に対するアレルギーをお持ちの方って結構いると思うんですね。もう波形がよくわからないということがあるかもしれませんが、心電図ってでもやっぱり大事ですよね。ですので、この波形が一体何を意味しているのかということを理解することは、看護師として、かなり基本的な部分になってくるかなと。でもですね、全部勉強しようとするとすごく大変なので、看護師に大事なことはですね、多くのことをなんとなく知っておくということが重要かなというふうに思っています。この01シリーズというのはですね、100の知識を専門家とこういうふうにすると、0はど素人、それではいけないので、多くのことをね、なんとなく知りましょうと。でこの動画だけでね、分かったつもりというのは危ないので、ここをきっかけに勉強を進めていただければと思うんですが、全く分からないと本が読む気しないと思うんですね。でもちょっと分かっているとね、ああそういうことかといって理解が進んで勉強楽しくなるかと思いますのでね、短くこうまとめてありますから、ぜひ見ていただければと思います。この01ですけれども、看護師としてね、100を目指さなくていいと、もし100がね、全部の知識だとすると、自分の限界だとすると、5の知識をですね、20個持つと、我々看護師は、そういう役割を持っているというふうには僕は認識しています。もちろんね、興味のあるところがあれば、それはこう深く入っていていいと思いますけども、心電図がものすごい読めるけども、他のことがわからないという看護師よりもですね、心電図もある程度読める、呼吸器も今いじれる、血液ガスもわかる、検査データもわかる、有機のことも知っている、肺血症も知っていると、そういうね、多くのことを、本当に勉強することが多いんですよね。感染症も必要ですし、直送も必要ですしね、栄養も必要ですしね。ですので、多くのことをちょっと知っておくということが、やはり看護師としては重要かなとこういうふうに考えています。で今回は、心電図のモニターということで、項目はですね、そもそも何をモニタリングしているのか、そして、波形の基本と、どういったものを見逃してはいけないのか、あとは分からないものもあるのかと、そんな話を、していきたいと思っております。でまずですね、心電図のモニターが、何をモニタリングしているのかという話からしていきたいと思いますけれども、心臓の動きをモニタリングしているのかというふうに思うかもしれませんが、実はですね、心臓の動きというものはわからないんですね。じゃ何がわかるんですかということで、心臓の動いているかどうかというものははっきりとはわからない。つまり心臓から血液が、出ているかどうかってわからないんですよ。心電図で分かることっていうのは、心肌電動計がどう動いているか、電気がどう流れているかということは分かるんですが、電気が流れたということと心臓が興奮したということはちょっとね、話が別なんですね。電気は流れているけど動いていないというですね、恐ろしい状態がありますので、心電図というのは電気の流れというのは分かるんですけれども、実際に心臓が動いたかどうかということは分からない。これがですね、今回の、話のですね、結構メインのところになってきます。心電図を読むんじゃなくて心電図を使うということを目的にしましょうと。で知識としてはですね、やはり心肌電動計は覚えておく必要があります。これ学生時代に習いましたよね。動経節、防湿経節、筆足、そして右脚鎖角、プルキンエ繊維というものがあります。名前はね、一応覚えておかないとなかなか本をこう読み切ることができないかなという感じでしょうかね。で波形の見方の基本の話をしますと、これは PQRST という、波形、場所がですね、基本になってきます。これはね、学生時代にこう習ったかと思いますので、すごい嫌いという方でも、PQRST は確かに習ったかなということは思い出していただけるかと思います。でそれぞれ意味があるんですね。ここ重要です。 P 波というのは心房の興奮を意味していますので、P 波が正常であったということは心房が正常に動いただろうというふうに考えることができると、これはあくまでもだろうということですので、絶対に心房が正常かと言われるとそれは残念ながら分かりません。そして QRS というのは、これは心室の興奮を表していますので、 Q
QRS が正常であれば、まあ、寝室が正常であったであろうというふうに考えることができると。まあ、T 波はちょっと特殊なので、まあ、今回は置いといていいと思います。ですから、まあまあ、まず大事なことは P 波が心房の情報を持っていて QRS が寝室の情報を持っているということなんですね。P 波と QRS がですね、つながっているかどうかということが、まあ、重要になってくるので、それを見るためにですね、時間を見ていくんです。まあ、この時間というのはですね、まあ、すごい短い時間ですのでなかなか、ね、まあ、ちょっとイメージがつきにくいかもしれません。うだうだ書いてあるんですけれども、まあ、全部覚える必要がなくてですね、まあ、とりあえずこう大事になってくるのが PQ 時間と QRS、 この2つになってきます。まあ、これ以外はとりあえず覚える必要はありません。 PQ 時間というのは、まあ、これはですね、P 波と、まあ、Q 波が始まる時間、まあ、ここを PQ 時間というふうに呼んでいて、でこの時間がですね、まあ、0.2 秒以内ということなんですね。まあ、つまりP 波というのは心房の興奮で QRS というのは寝室の興奮ですから、心房が興奮し始めてから寝室に電気が届くまでの時間を PQ 時間と言っていて、まあ、それが 0.2 秒で、 QRS がですね、収縮する時間というのは、まあ、0.1 秒以内ということになりますので、まあ、この時間を覚えておいて、まあ、これよりも長かったりすると、あ、これは放出伝導時間に異常があるなとか寝室に異常があるなというふうに考えることができると。なので PQ 時間と QRS だけ覚えておけばですね、まあ、心房と寝室のつながりがどうなのかとか寝室の異常があるかどうかということが、まあ、なんとなく分かるということなんですね。で、その2つが分かった場合に、じゃあ結局、まあ、どういう異常が危険なんですかっていう話になってきます。で、それはですね、すごい徐脈とすごい頻脈ということになるんですね。この2つは、まあ、絶対に見逃してはいけないと。ですから波形が分からなくても、すごい徐脈なんですけど、すごい頻脈なんですけどっていうことが判断することができればですね、とりあえずは、まあ、それで OK ということなんです。で、細かい波形を覚えなくていいんですかというとですね、まあ、覚えられるに越したことはありませんが、まあ、ただなかなか難しいので、これはですね、まあ、勉強の優先順位ということを考えると、細かいところは置いといていいかなというふうに思っています。まあ、最初にもお話ししたように、とにかく看護師が勉強しなければいけない知識の幅というものは非常に広いんですね。そうすると心電図だけバーッと勉強して、で、まあ、心電図分かったと言って、じゃあ次は、まあ、呼吸の勉強しようと思って呼吸の勉強してるってやってると間に合わない。ですから、まあ、心電図をうっすらぼんやり勉強して、他のところをうっすらぼんやり勉強して、いろんなことを勉強するとつながってくるんですね。まあ、例えば、心筋梗塞の勉強すると、当然心電図の知識というものは、まあ、役に立ってくるし、まあ、よりこう深まってきます。あるいはですね、電解質とかですね、まあ、薬の知識とかですね、まあ、そういったものを勉強すると、実は心電図というのがつながってきたりと、あるいは病態とこう照らし合わせると、まあ、血液ガスとかそういったものとまたこう、ね、深みがこう出て、まあ、勉強がこう面白くなってくると思いますので、まあ、全部覚える必要はない。じゃあ今日のゴールは何かっていうと、この3つにこう分けることができるかどうかということなんですね。緑の部分というのは、まあ、とりあえず様子見といていいですよというタイプです。で、黄色の部分というのは、まあ、これはですね、将来的に、まあ、どうにかなってしまうかもしれないという状態ですから見逃してはいけません。で、赤の部分というのはもうどうにかなっているという状況ですから、まあ、突然危険ですよと。で、そうすると、まあ、どういうものがこうあるのかなというふうに眺めてみるとですね、うん、まあ、確かに危険そうなものはあるなと。で、全部覚えるの大変そうですよね。ですから、これ今から勉強するの大変だなというふうに思うと思いますが、まずですね、サブタイトルにもあったように、まあ、すごい徐脈とすごい頻脈、これだけは、まあ、絶対に見逃さないっていうふうにすると、まあ、勉強するものがですね、まあ、だいぶ減りますよね。緑の部分に入っているものに関しては全て消えました。ですから緑の部分に入っているやつは、まあ、とりあえずですね、まあ、急いで勉強しなければいけないということは、まあ、ないと思います。この黄色の部分と赤の部分を重点的に覚えていきましょう。まあ、ただしこの黄色の部分にですね、薄く消えている、まあ、R on T とかショートランとか、まあ、多元性あるいは多形性心室性機内収縮、これ勉強しなくていいんですか。赤の部分にもですね、無脈性電気活動というものが消えています。
これ勉強しなくていいんですかっていうと、まあ、すごい徐脈とすごい頻脈ではないんですが、まあ、これらもですね臨床的には結構危険なので、まあ、徐脈頻脈ではないんですけど申し訳ありませんがこれも勉強してください。なので、まあ、ここに入っているところをですね、まあ、少しこう勉強すると、心電図の、まあ、優先順位としては、まあ、いいのかなと。まあ、ただですね、発作性上皮性頻拍とか、まあ、WPW 症候群とかね、まあ、この辺は区別するのが、まあ、実際は難しいです。なので間違えてもいいんですよ。間違えてもいいんですが、これってまずいですよねっていうことを先輩とか、まあ、先生にですね、報告することができれば、あとはですね経験のある、まあ、専門家たちがですねどうにかしてくれます。我々看護師はとにかく身につけるということがまあ重要ですので、経過観察でいい患者さんを、まあ、医師に報告しちゃうと、まあ、先生たちが他の仕事をやってるのを中断して、まあね、経過観察でいい患者さんを見ることになりますよね。まあ、一方で大丈夫かなと思って様子見てしまった患者さんが、まあ、実は急いで対応しなければいけないっていうことがあると、まあ、患者さんにとって悪影響が、まあ、出てくる可能性が高いわけです。ですので、まあ、ここに書いてあるところを、まあ、見抜くことができれば、でなかなかそこまで難しい場合にはもう緑なのか黄色なのか赤なのか、まあ、それだけ判断できればとりあえずは十分ですよということなんですね。不整脈の診断というのは医師が行うわけですから、我々看護師はですね、まあ、診断するということはもう必要ないと。判断が重要なので、まあ、これ黄色だな、これ赤だなというふうに判断できれば、まあ、それでいいということですね。で心電図の見方を見ていきますと、まあ、途中でもお話をしたように PQRST というふうにこうあるわけです。でここをですね細かくこう見ていくとですね、どういうことがこう分かるかっていうとですね、まあ、それぞれ P 波はとあの、心房、そして QRS は心室っていう話をしましたが、これをこう見る見方っていう自分なりのこう型を作っておくといいんですね。で心電図の形をこうやって見てもですね実際にはわからないので、じゃどういうふうにこう見ていくかというと、まずですね心拍数はどうか、そしてリズムはどうか、 P 波があるかどうか、P 波があった場合には PQ 間隔、QRS、まあ、ST、そしてまあ QTC と。で QTC はちょっと難しいので今回は置いておいていいと思います。そうすると、まあ、心拍数、まあ、リズム、P、PQ、QRS、ST、T と、まあ、この辺を見ていくことによってですね何が起きているのかということが、まあ、なんとなく分かってくるということです。で STT に関してはですねちょっとまあ分かりにくいところがあるんですね。ST 部分に異常があると、まあ、例えば心筋梗塞とかっていうことは、まあ、学生時代にこう習ってきたかと思いますが、実際にはですね、まあ、ちょっと分かりにくいということは、まあ、臨床的によく経験します。ですが、まあ、どう上がっているか下がっているかっていうことはですね、まあ、判断は結構難しいことはあるんですけれども、少なくてもですね、ST 部分が上がっているか下がっているかっていうことはまあ分かるんですね。で、これはどう見るかっていうと、ST 部分というのは必ず起線に戻ります。必ず起線に戻りますので、起線に戻らずに上がったままになっていたり下がったままになっていたりする場合には、まあ、ST 異常ということになりますので、まあ、これはですね慣れてくれば判断できるかなと。まあ上がっているからじゃあ絶対に危険かってなってくると、ちょっとそれは違うこともありますし、下がっているから、まあ例えば心筋梗塞はないかというとそうとも言えないんですね。ですからちょっとこの辺は奥が深い世界にはなってくるんですけど、上がってるか下がってるかということは、まあ、規制に戻るかどうかで、まあ、判断することができると。で見るべきものが分かった場合にはそれをですねもう粛々と見ていくと、心拍数が速いか遅いか正常か、リズムはどうか、 P 波があるかどうか、 P 波があった場合には PQ 時間、 QRS、STT というふうに順番に見ていけばですね、まあ、どれかにこう当てはまるわけですね。ですから、まあ、こういったものはですね、まあ一個一個を見ると、慣れてる人はパッと見た瞬間に、うん、大丈夫というふうに、まあ、先生とかこう返してくると思うんですけど、私たちそんな早く見れないわというふうに思うかもしれませんが、パッと見て、これはまあ暗黙知っていうものを使っているんですね。まあ、例えば僕らがですね道路で動物にこう会った場合に、まあ、犬か猫かっていうのは瞬時に分かりますよね。で子供の頃はですねなんか獣がいるということが分かってもですね、まあ、それは犬なのか猫なのかということは一番最初はですねよく分からないわけですよ。でもそれをですねこう慣れていくとですね、あ、ニャンコだとか、あ、ワンワンだっていうふうにこう分かってくると。でそれは暗黙知なんですね。
説明はできないと思うんです。ひげの生え方とか耳のこう垂れ方とかですね、体の大きさとかですね、そういったもので、まあ、一個一個ね、こう、まあ、見ているわけではなくて、全体像をこう把握して、まあ、判断できるようになってくると、それは経験なんですね。ですから心電図を見た場合に面倒でも心拍数はどうかな、RR 間隔はどうかな、P 波はあるかな、PQ 間隔はどうかな、QRS はどうかな、STT はどうかなっていうふうに一個一個見ていくとだんだんスピードが上がってきます。でそれを一個一個見た場合に、まあ、こういったものがですね、これ YouTube の概要欄にこの PDF がこう貼ってありますので、ぜひですね、それをご自身のまあスマホでも、あるいはまあこういったこうタブレットでもですね、あるいはあの病棟の、パソコンとかにですね、あの視聴者の許可をもらって、そこにこう入れていただいても結構です。で、まあ、こんな感じでですね、あの iPad とかにこう入れておくとですね、まあ、使いやすいかなというふうに思うんですが、まあ、例えば、こっちでこう見ていきますと、心拍数がまあ正常ですね、リズム正常ですね、そして P 波がありますね、PQ 時間は 0.2 秒以内ですね、QRS もまあ短いですね、STT には異常ありませんね。ということは、正常かなというふうに思った場合に、まあ、ここのところをポチッとこうクリックしてもらうと、正常の波形に出てきます。まあ、そうするとですね、まあ、我々が小学校の頃にどうやってこう勉強してきたかというと、まあ、1+1 ってあった場合に、まあ、先生にですね、それはまあ 1+1 は2ですよというふうに答えて、はい、正解ですというふうに言われたので、あ、この考え方で良かったんだなということを小学校、中学校、高校と、まあ、看護の国家試験までそういうふうにこう勉強してきたんですね。まあ、ところがですね、就職すると途端に教えてくれる人がまあぐんと減るんですね。ですからこの心電図ってこの理解でいいのかなっていうふうに思った場合に誰も教えてくれないので、まあ、結果的にですね、なんかよくわからないと、教科書を読むと書いてあることは理解できるけれども、じゃあこの波形は何っていうふうに言われた場合になんかよくわからないと、こういうことになってしまう。ですからそういった場合にですね、まあ、こういった、まあ、ツールを使っていただいて、まあ、一個一個確認しながらそれを実際の波形で照らし合わせてみると、心電図の勉強をしていて、まあ、おそらく皆さん感じることがですね、教科書通りの波形が出てこないということなんですが、教科書通りの波形というものは基本的には出ません、ですので定義で考えていく必要がありますから、まあ、一個一個を、まあ、見ていくと、まあ、こういったものをね、やっぱりまあこう、ね、有効に活用していくということがまあ重要ですけど、いか皆さん興味あるものありますか。まあ、例えばですね、二度の防湿ブロックというものを見てみましょう。そうすると、この二度の防湿ブロックというところをこうポチンと押すとですね、まあこのように二度の防湿ブロックの波形がこう出てきますので、そうすると、ああ、なるほど、そうかそうかと。確かにこの患者さんも、まあツールと同じように、まあ、突然 QRS が脱落している。これやっぱり二度の防湿ブロックで間違いないよねと。そうするとどうするんだろうと、ああ、これドクターコールって書いてあるから、まあ、先生に呼ぼうと。連絡しようということで連絡をするということをね、こう、まあ、続けていただくとだんだんね、まあ、こういったものを使わなくても、まあ、心電図は分かるようになってくるかなと。まあ、とにかくね、心電図って、まあ、やっぱり重要ですよね。で習得するのに、まあ、ある程度経験が必要となってくるんですが、実際問題ですね、循環器病棟とか ICU 以外では、まあ、二度の防湿ブロックの患者さんなんて、まあ、そうそういませんよ。まあたまにいるから困るんですね。たまにいるけど、そうそういないので、勉強はしてるんだけど、なんか自信がないってことがね、どうしてもあると思います。ですので、まあ、こういったものをですね、こう有効活用すると、まあ、いいんじゃないかなということですね。で、これ、青と黄色と、まあ、赤にですね、色が分かれてますよね。ですから、まあ、この辺をこう見ていって、例えば、まあ、一度の防湿ブロックかなというふうに思った場合に、これを見てもらうと、これはですね、なんかね、こう、のんきな感じですよね。ですから、これ青を、そうするとですね、まあ、あまりですね、急いで対応する必要はございませんよということなんですね。で、ここを押すとですね、トップページに戻ります。例えば、この、寝室で気管収縮っていうところを見ていきますとですね、まあ、これもまあいろいろ書いてあるんですけれども、まあこの寝室で気管収縮だけではですね、まあ、実際にはまあそれほどこう悪影響はないんですが、まあ、黄色になっているのはどうしてかというと、その他の VPC はこちらって書いてありますよね。ですからこっちをこう見てもらうとですね、なんか危険なものがいろいろ出てきましたよね。ですので、あ、なんかドクターコールって書いてあるものがあるなということで、
まあ、R on T ではこちらって書いてありますが、こういったものを見てもらうと、ここもドクターコールって書いてあります。まあ、ですのでね、まあ、こういったものをこう活用すると、まあ、悩むものがあまりこうなくなって、悩む時間が、ね、なくなってくるかなというふうに思いますので、まあ、危険なものは、ね、こう赤で書いてありますから、まあ、ぜひ、ねまあ、使っていただければというふうに思います。やっぱり、ね、この悩む時間というのも無駄なんですね。悩むことによって人間は行動が止まってしまいます。でそうすると、特にこの赤の部分に関してはですね、あれこれって、ね、進出されるかなとかっていうふうにこう考えていた場合にゆっくり、ね、考えている暇がないわけですね。心室細動の場合には、もう急ぎですね、胸骨圧迫等々を、まあ、していかなければいけないと、なるべく早く除細動をかけるということが、まあ、重要になってきますので、まあ、赤の部分は、まあ、こういったものを見ずに、ね、やらなければいけないと。でもですね、そこで、まあ、先輩に言われるままにこう対応していって、とりあえずはできたけれども、でもそれってどうだろうということを復習しなければいけない。で復習するときにですね、まあ、家に帰ってから勉強しようというのはなかなかまあ大変ですので、まあ、鉄は、ね、熱いうちに打てとこういう言葉がありますが、病棟とかのパソコンに、ね、こういったツールがこう入っていると、まあ、そこで、まあ、解決できて、まあ、いいんじゃないかなというふうに思っています。でこのそれぞれのですね、まあ、細かいことをじゃあ今から勉強しましょうと言いたいところなんですが、まあ、YouTube でこの出直し看護塾で、まあ、僕ねもうすでに話をしてるんですね。でまあ、過去と同じ話をして もまあしょうがないので、動作教育の本皆さんお持ちでしょうかね、まあ、お買い上げいただいた方誠にありがとうございます。でこのですね、まあ、82ページにですね心電図の話というものはまあ既にしておりまして、でこの主な検査というところで82ページから心電図の話がこう始まっていきます。でそうするとそれぞれの波形に関してですね、もう既に YouTube で解説しております。出直し看護塾の YouTube で、再生リストというものがありますよね。ですから再生リストでこの、まあ、検査、心電図、心エコーというところがあります。まあ、この、ね、赤の点線で囲ってあるところね、ここのところをこうクリックしてもらうと83回からはですね心電図の話がしばらく続いていきますので、それをこう見てもらうと、まあそれぞれの波形については勉強することができるかなと思います。ですから勉強は、まあ、この本と、まあ、YouTube でしていただいて、で実際のツールはですね、こういったものを使ってやっていただくと。でこれね、先ほど書いてあったものはこう全部載ってますので、まあ、これについて、まあ、それぞれこう勉強してもらうと、まあ、いいのかなと、まあ、勉強してあと確認ですね、確認してもらうといいのかなというふうに思います。急性肝症候群とかもね、まあ、ちょっと難しいんですけど、まあ、これはモニターだけではわからないので、まあ、12度取らなければいけないというところなんですが、まあ、そのうちね、またこの01シリーズで急性肝症候群も少しこう取り上げようかなというふうに思っておりますので、まあ、少々お待ちいただければというふうに思います。はい、というわけで、まあ、途中でもお話をしましたが、YouTube のチャンネルの概要欄にこの PDF を、ね、こうダウンロードできるようにしておきますので、まあ、皆さんのスマホとかですね、まあ、タブレットとか、あとは病棟の、パソコンとかですね、まあ、そういうところで、このこうささっとこう使っていただいて、悩む時間をなるべく短くすると、そういう使い方をしていただければと思います。まあ、使い方は難しくないと思いますがね、使い方のコツみたいなものもですね、これは書いてありますので、ね、これもまあ見てもらうといいかもしれません。はい、というわけで、心電図はですね、さまざまな異常な波形が分かります。じゃあ、何でも分かるのかというと、実はですね、心電図のモニターが苦手とするものがですね、2つあるんですね。これはまあ知っておかなければいけません。まあ、分からないものがあるんですね。何がわからないかというと、実は心電図というのはですね、刺激伝導系の異常とか、まあ、正常というのはわかるんですが、そもそも心臓から血液が出ているかどうかというですね、根本的な問題が実はわからないんですよ。ですから波形が正常だけれども心臓から血液が出ているかどうかというのは別問題なんですね。なので我々はですね、心臓から血液が出ているかどうかが知りたいわけです。でも心電図はそれを教えてくれない。じゃあ心臓から血液が出てるかどうかってどうやって証明するかっていうと、それは患者さんに会いに行って意識状態を確認すればいいんですね。心臓が動いているということは脳に血液が流れている、脳に血液が流れているということは、まあ、意識がしっかりするはずです。
ところが意識が、まあ、しっかりしていない、あるいは意識がないという場合には、もしかすると心臓から血液が出ていないという可能性もあるんですね。ですから、患者さんのところに会いに行って、まあ、こんにちはという話をして、こんにちはなんですかということになれば、まあ、意思の疎通がしっかりできてますので、確実に心臓からは血液が出ているだろうなというふうに考えることができると。ですから意識の確認は重要なんです。ところがですね、寝ている場合は意識の確認がまあできませんよね。いちいちこう叩き起こすわけにはいきません。ですので、どうすればいいかというと、まあ、それはですね、脈拍を見ればいいわけです。脈拍を見て、脈拍がトクンと打っている場合には心臓から血液が出ましたよという証拠になってくる。ではですね、脈拍を取るために患者さんの意識、まあ、心臓の動きをこうチェックしていたらですね、すごい時間かかりますよね。ですから、脈拍取る時間はないという場合にはどうやってモニタリングしていくかというと、一つはですね、 A ラインという方法があります。 ICU で、まあ、使っている A ラインですが、非常にですね、心臓から血液が出ている情報というものは、まあ、たくさんこうくれるんですけれども、一般病棟ではですね、入院患者さんのすべてに A ライン入れるわけにはいけません。ですから、まあ、どうすればいいかというと、皆さんおなじみのパルスオキシメーターを使えばいいわけですね。パルスオキシメーターというのは、パルスは、脈、そして、オキシは、まあ、これは酸素ということですので、パルスオキシメーターというのは実はですね、ここに指の先にこうつけているやつを使って、心臓から血液が出ているかどうか、出てくる血液の中の酸素がどれくらい、まあ、含まれているかということをですね、教えてくれると。まあ、ですから、モニター、心電図モニターというのは心臓の電気が、まあ、どう動いているか、パルスオキシメーターというのは、心臓から血液が出ているかどうかということを教えてくれるので、まあ、それぞれ弱点を補っています。なので、モニターが正常だからといって 100% 安心できませんから、パルスオキシメーターも一緒に使ってみましょうということですね。心電図というのは心臓から血液が出ているかどうかということはですね、まあ、想像することができるんですけど、確実に分かるかというとそれは分かりません。でもう一つ分からないものはですね、まあ、虚血の有無ということなんですね。まあ、狭心症とか心筋梗塞のことをですね、心筋虚血というふうに言いますが、ST 部分が上がったり下がったりしていると、まあ、これは心筋虚血をこう疑うことになるんですけれども、じゃあ ST 部分が正常であれば心筋虚血がないかというと、実はそうではないんですね。この辺が非常に厄介なところで、なぜかというとですね、モニター心電図というのは、まあ、心臓を実は1箇所しか見ていないんですね。基本的に十二誘導心電図というのは、名前の通り心臓を12箇所から見ているので異常の検出能力が非常に高いんですが、モニターというのは1箇所しか見ていません。まあ、具体的に言うとですね、普通のモニターって二誘導っていう、まあ、誘導で見ていることが多いんですが、二誘導というのは左心室下壁というところを見ています。なので、心臓の、ね、まあ、左心室の下の方をこう見ているので、そこで心筋梗塞が起きた場合には、まあ、異常に見つけることができる可能性が高いんですけれども、でもそれ以外で心筋梗塞も、まあ、当然起きますよね。そうするとモニターがですね、まあ、かなり分かりにくくなります。だからおかしいなと思った場合にはですね、モニターは虚血に関しての異常の検出能力は低いので、おかしいと思ったら十二誘導を取りましょうと。モニターだけではダメですよということを僕らは理解しておく必要があります。つまりモニター心電図が正常だからといって患者さんが正常とは限らない。患者さんに会いに行って意識状態を確認するとか、脈の強さを確認するとか、十二誘導をチェックするとか、まあ、実際にはエコーとか、まあ、採血の検査とか、そういったものを複合的に評価していく。ですから心電図のモニターだけで何でもかんでも分かるわけではないと。分かるものも多いんですが、分からないものもあります。限界を知るということがやっぱり重要なんですね。というわけで、まあ、今回の話をこうまとめていきますと、心電図を見る場合には、まあ、心拍数、リズム、P、PQ、QRS、STT、まあ、余裕があれば QT を見ていきましょうと。P 波というのは心房の情報を持っています。 QRS というのは心室の情報を持っています。 PQ 時間を見ることによって心房と心室が、まあ、どうつながっているのか、 QRS を見ることによって、まあ、心室に異常があるかどうかが分かりますよと。心電図というのは心臓から血液が出ているかどうかということが分かりませんから、意識状態とか血圧が保たれているかどうかを見ることによって、まあ、情報を補っていきましょうと。意識がない場合には心臓止まっているかもしれません。
脈がない場合には心臓が止まっているかもしれません。ですから、急ぎですね、胸骨圧迫をしていく必要がありますよと。さらに心電図モニターを見ることによって、まあ、もうすぐ心臓が止まってしまうかもしれない、まあ、そういった窒息不整脈を見つけることができますので、まあ、より細かく勉強していきましょうと。そして、まあ、サチュレーションの、まあ、パルスオキシメーターと合わせてモニタリングすることによって、まあ、心拍出量も分かりますし、虚血が疑わしければ重乳度を取る、他のものを使うことによって心電図とモニターの情報量というものが、まあ、一気に増えていきますよということなんですね。まあ、実際には、まあ、こんな感じで使っているかと思います。心電図の波形と心拍数、そして、パルスオキシメーターの波形、これを見ることによって、あ、QRS の幅が狭いので心室は、まあ、普通に収縮しているだろうなと、そしてパルスオキシメーターの波形もね、ここ盛り上がってますので、あ、心臓で、血液を拍出したものが、まあ、指先までね、伝わっているなというふうに、まあ、確認することができるということですね。で、心電図を読むということが、まあ、目的ではないんですよね。心電図を読むものではなくて、心電図は使うものなんですね。ですから、あ、この患者さんの中で、心電図おかしいので、何らかの異常が起きていると、じゃあ何が起きているんだろうということを考えていかなければいけない。まあ、例えばですね、心臓の病気だけでもなくて、まあ、電解質の異常とか、まあ、貧血とかですね、まあ、他の疾患とかですね、まあ、いろいろなことがこう絡んできます。例えば貧血でも脈拍は速くなりますし、脱水でも脈拍は速くなりますよね。ですので、心電図を読むんじゃなくて心電図を使わなければいけない。で、こういった勉強の仕方っていうのは、残念ながら、まあ、セミナーだけとかですね、まあ、YouTube だけとかですね、まあ、この本だけで、まあ、完結できるかっていうと、まあ、なかなかね、それは難しいかなというふうに思っています。まあ、皆さんの周りの先輩とか先生がですね、結構教えてくれるという病院にお勤めの場合には、まあ、積極的に質問をするということが重要ですが、まあ、なかなかね、そういった環境にはないという方はですね、ぜひ出直し看護塾のオンラインサロンをご検討いただければと思います。オンラインサロンはですね、まあ、サロンってそもそもなんかこうみんなでこう集まってですね、知的な会話を楽しもうとか、そういうことが、まあ、意味合いとしてこうあるらしいんですけれども、看護師同士がこう集まっていて、現在2021年の3月現在で135人の方がですね、オンラインサロンに入って、まあ、月に2回僕のセミナーがあるんですが、まあ、それに加えて、夜ですね、週に2回から3回くらいですね、みんなでこう1時間くらいこう集まってですね、ケーススタディをこうやってみたり、まあ、誰かがまとめたものの発表をこう聞いたりですね、それぞれにこう勉強し合っていると。まあ、自信がなければ最初はこう聞くだけっていうことでも全然構いませんし、まあ、アウトプットすることがね、やっぱり一番の勉強ですから、まあ、この辺の部分私得意で、なんかあまり知ってる人いなさそうだから、私これちょっと発表してみようかなとかね、あるいは、まあ、もうすでに誰か発表してるけど、私もちょっとまとめたいので、発表してみようかなと、こういうアウトプットの機会っていうものは驚くほど少ないんですね。ですので、まあ、そういう感じでこう使っていただけると、まあ、こう知識がですね、まあ、自信に変わってくるかなとこういうふうに思います。まあ、月額5500円とちょっと高いんですけれども、まあ、1年くらいいるとですね、かなりこう知識と自信はこう増えてくると思いますので、まあ、そのあたりでこう卒業していかれるのも、ね、まあ、いいのかなというふうにこう思っていますが、まあ、勉強すれば、そしてアウトプットすれば、そういったものを準備していますので、まあ、最初の1ヶ月間は、ね、無料ですから、まあ、ぜひぜひ、まあ、ご参加いただければという感じで、まあ、目的はですね、まあ、この本を使いこなせるようになると、の本が、まあ、使いこなせるようになればですね、病院の仕事をしていて、まあ、そんなにこう、ね、怖い思いをすることはなくなるかなと思いますので、そういったところを、まあ、YouTube とか Zoom を使ってね、やっております。まあ、こんな感じでね、これケーススタディなんですけども、まあ、いろんなね、まあ、こう血ガスのデータとかをこうお示ししていただいて、それに対して、まあ、こういう時にはこう考えるとかですね、あるいは他の人が私も似たようなことを経験しましたとか、そういうことをこう話し合うことによって知識の幅が増えてきますので、まあ、今回は心電図をある程度勉強しましょうということですが、その幅を広げるためにオンラインサロンもぜひぜひご検討していただければと思います。ではね、今日は以上となります。皆さんごきげんよう。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。